おはようございます。パラレルです。さあ今日は NGT48 の2024年6月度の個別生写真を開封したいと思います。ということでね、最後の4人なんですかね。マッシーね、マシモカホさんが卒業したので、この6月度が最後の生写真になってるんですよね。ということで、最後の4人、推しメンが集まったっていう感じですかね。でですね、開けていきたいんですが、なんと、生写真を買うとですね、そのメンバー1名様にチェキが、封入されてるとね、荷物にね。それで、まあ4人買ったわけですが、なんと当たりました。チェキが。で、そのメンバーは、この方です。はい。この方ですね。鈴木リリカちゃんのチェキが入ってました。はい。初めてですね、生写真を買ってチェキが当たるのが。はい。とっても嬉しいですね。可愛いっすよね。ちょっと黒い服着てるんでね、サインが見にくいんですが、はい。これはしょうがないですよね。はい。ということで、開けていきたいと思います。ではでは、まずこちらから。はい。磯部ルアさんですね。ルアちゃんはですね、実はですね、マッシーが、野球が好きということで、オイシックス新潟のね、アンバサダーをやってました。で、6月に卒業したんで、8月の発表ですかね。はい。4期生の奥村桃香ちゃんと、オイシックスのね、取材が今度からできるということで、はい、就任されました。はい。では、開けていきましょうね。いい仕事ですよね。選手にね、インタビューができるということでね。はい。では、行ってみましょう。今回は6月の生写真ということで、傘をさしていますね。はい。おぉ、いいじゃないですか。はい。おぉ、かわいいね、やっぱね。はい。自慢の推し面ですね。おぉ。で、最後が全身ですね。はい。衣装がね、いいですよね。はい。で、リリカちゃん、今回、チェキが当たったんでね、嬉しいですよね。鈴木リリカさんは、YouTube のね、大好き新潟チャンネルさんで、ロケの模様がアップされてるので、ぜひ、検索して見てみてください。はい。では、行ってみましょう。黒い衣装ですね。はい。あ、これもう、しゃがんでますね。はい。はい。ドット柄の黒い衣装ですね。はい。これも可愛いですね。はい。で、最後が全身ですね。はい。次は、北村優派ちゃんですね。8月28日に NGT の新曲が出るんですが、この子選抜です。はい。選抜の11人に入りました。3期生ですね。でもおなじみですが、はい、水着グラビアで結構出てますね、あちこち雑誌にね。はい。こちらは座ってるのかな。はい。あ、可愛いですね、やっぱりね。はい。うん、いいですね、いい表情ですね。はい、全身です。小千谷の出身ですね。新潟県のね。で、最後が、我らがマッシーですね。もうこの表紙からして可愛いんだ、本当に。あ、やっぱ一番可愛いな。はい、では行ってみましょう。じゃん。うん、しゃがんでますね。はい。いいね、笑顔がね、やっぱね。はい。可愛いっすね。
24歳ですかね。今もう社会人になってるそうでね。はい。で最後が全身写真。はい。ということでした。はい。チェキも当たって嬉しかったです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを。また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。では最後、やっぱこれかな？ベストショット。これですね。はい。で終わります。それではさよなら。